皆さんこんにちは、こんばんは、ルイテンでございます。はい、クリスマスということで、化け物かなっていう人もいるけど、やっぱり、目立たそうなんで、1曲目は、さっきの感じじゃないんですけど、いつかのメリークリスマス。何やったっけこれ、なんてビーズ、あ、ビーズか、ビーズ、ビーズが踊ったのも知らんもんな。いきます。はい、入ってます。ほんで鼠径部ヘルニア、まあ、日本語で言うと脱腸ですよね。これをね1ヶ月の間に全部やりましたね。だから今年はもうあんまり続いてないのかなと思うし、でこっち の、 あの相方があの石田美佐子というんですけど、フルネーム言うないつも言うとるやないか。まあそういうことで、お父さんがなんか96歳のお父さんが94歳までスポーツバイクを乗っ取ったっていうので、朝起きたらね、亡くなってたんです。で、ブルーグラスを教えてくれたというか、初めて機会させていただいたのが、あのお父さんで、だから別な意味であの友達だったんですけどね。そんな佐藤ちゃん怒るわ、そこへ遅いよ佐藤ちゃん、久しぶりもう毎日来て、俺は飲み屋か。ほんで、あの今度あの三人会っていうディナーショーをする。ディナーショーするんですこいつ。で、朝のっていう朝やんっていうことで、文斗っていうもう月亭文斗っていう落語家がいるんですけど、もうね真打ちする子が僕の後輩なんですね、二人とも。で、同じサークルで、あの年代は違うんですけど、一緒のサークルやって朝やんから。
ディナーショーやりませんかって声かかって、なんか最初嬉しそうに行く行く言ってたけど、だんだんプレッシャーになってきた。ちなみにこう宣伝しとっていうのはなんですけど、ソールドアウトになりまして、すごい、びっくりするわ。まだちょっとね余裕があるんで。立ち見はないんですか？立ってみる？いいね。大好き。まあ、もしねまたあの見たいなって嫌やけど、ちょっと見に行ったろうかな思う人があったら、まだちょっとだけ余裕あるみたいなんで、あの予約制になってますのでよろしく。ソールドアウト言っとったんちゃう？いや一応ね、あのもうこれ以上入れられへんねんけど、席は作る言うてるんで。小根やね、大阪人やね。ということで、ちょっと暗いニュースばっかりだったんでね、なんかいい感じで来ないかなと、今は冬ですけど、ちょっとプレッシャー早く来いよって。お前ら俺真面目に話してる時になんでチャチャをちょっとずつちょっとずつ入れてる。10分しかないねんで、待てる。早やれ早やれ。クロちゃんが言うか、初めて聞いたわ声を。では、いろいろあるんですけど、この鹿あかんやん。行くで。はい。松任谷由実ですかね。春の声。これ美和ちゃんが歌っててね、すごい感動して。やろうや言うとるやろ、ほんまにもう。はい、行くで。ではでは。
なんですけども、まあもう正味あのセッションで入っていただけたりもあのしております。で、ごまんでミューさんが3回ことないか終わりましたら、まあ、ちょっとね休憩があのしたいと思いますので、実はね1時間ぐらい巻いてます。だから余裕持っていけますので、もうあの皆様のご協力の賜物でございまして、助かります。1時間はすごい、だってみんななんか短かったもん、1時間1曲ぐらいしかないんやろ、もうじゃんこれ